横に入っちゃうと、まあ、こういっちゃうから、こういう横目になります。こう横回転で割るとはない。あ、ごめんごめん。この線のピーチイメージはないです。ストレートで。だからやっぱここのスタートなんですよ。スタートがやっぱり道じゃなくて、こっちにスタート。そうするとやっぱり離れるから、離れて、こういう動きになる。そうすると軌道は、ここからヘッドが、こういうふうに走る。すいません。やっぱここの感覚が大事で、いかに軸に出番するかが大事だし、ここから、ここが、こう抜けちゃっても多分こっち行っちゃう。やっぱり自然の前に出てきて、こうやって、やっぱりまず幅が、左を変えていく。ここの、ちょっと変えていく。離れて、こういう動き。